意外と知られてないかもしれない立ちコンボ。コンボという言い方が合っているのかわかりませんが、こちらになります。通常、見切り切りが成功しても、その後の一撃を当てないと、大回転切りや無双切りに派生ができません。これは錬気ゲージの使用によるものなんですが、見切り切りをすると、錬気ゲージが一気に0になります。見切り切りが成功し、その後の一撃を当てると錬気ゲージ派マックスになります。この一撃を当てないと錬気ゲージ派0のままです。大回転切りや無双切りをするには錬気ゲージが必要なため、見切り切り後の一撃を当てないと、それぞれに派生することができない。というわけです。ただ炎月を発動中派、常に錬気ゲージがマックスの状態なので、見切り切り成功後の一撃を当てなくても、大回転切りや無双切りに派生することができるようになります。結構使えるコンボだと思うので、もし知らなかった人は炎月も一緒にたくさん使ってみてください。